都圏では JR の在来線がすべての路線で一時ストップするなど1900本余りが運休し、225万人以上に影響が出ました。新幹線は東海道や東北、それに上越など上下合わせて56本が運休しました。また首都圏の JR 在来線は湘南新宿ラインなど快速や特急の多くが終日運休しました。台風が朝のラッシュ時を直撃し、山手線や総武線など首都圏の大動脈ともいえる路線が一時運転を見合わせたため、各駅では乗客があふれる大混雑となりました。 JR 東日本によりますと、首都圏では少なくとも1900本余りが運休し、225万人に影響がありました。空の便では全日空と日本航空だけで合わせて420便以上が欠航し、3万7000人余りが影響を受けました。